高専心理学 2.5 柴田健二です。はい、まあ、今ですね、こう立て続けに動画を約5分間、5分でも長いのかな、5分でも長いかもしれませんが、今までの動画に比べればだいぶ短いと思います。はい、まあ、まあ車の移動中に立て続けに動画ポン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 と思い浮かんだことをお話しして撮影をしています。はい、ピッてな、役割分担4分類というのがあるんですね、個性心理学で。役割分担4分類、サルチータ黒ヒョウ、これはまあピッチャータイプというふうに言います。でライオントラタヌキ、ここは監督さんで、コアラゾウ羊はキャッチャーで、ペガサスオオカミコジカは審判だよね。まあ、それぞれで、今日今何をお話ししたいかというと、まずサルチータクロのピッチャーね、ピッチャータイプというようなキャラクター、まあ、これは飛び込み営業が得意とかね、今までお話をしてきました。まあそこでね、新規開拓という風なグループ、新規開拓が得意ですよという風に講座の中でちょっとお話をしてきました。最近気づきました。お猿さんは小学生、小学校3年生ぐらいのイメージだと思っていただければ、チーターは高校生、まあ高校ね、高校、まあ講座では高校3年生ぐらいという話をします。でまあ黒ひょうさんは大学生とか成人、まあ、場合によってはちょっとね、20代30代前半かちょっと分かんないですけどね、ちょっと黒ひょうのあたりから年齢というのがちょっと細かい、こう幅というのちょっと分かりづらくなってくるんですが、まあそういったまだまだ若いキャラクターの方々は何を新規開拓するのか、どんなところに飛び込んでいくのかということをね、まあ、どういう風な言い方をすれば、ただ飛び込み営業タイプですよ、まあ、なぜ飛び込み営業かというと、まあ、基本はサルチータ黒ヒョウで、まあ、ちょっとね話ちょっと飛びますが、ペガサスオオカミコジカ、ただもう一回ちょっと連続して言うと、ペガサスオオカミコジカ、サルチータ黒ヒョウ、この6つのキャラクターというのは基本の失敗ありきなんですよね。まあ、失敗して当然と思ってます。なので飛び込み営業したとして、もう一回サルチータ黒ヒョウに戻りますよ、サルチータ黒ヒョウに戻ります。なので失敗しても当たり前、失敗して当然と思っているので、飛び込み営業を断られて当然だから、切り替えが早い、また次行こう、また次行こう、また次行こうというふうな切り替えの速さで次に飛び込んでいけるわけですけど、まあ私はもともとコピー機の営業やってました。で何年かね、新入社員に入ってからです、ちょっと、まあ、何年かの間は飛び込み営業の方やってました。でも羊さんというキャラクターはその対角線に来るキャッチャー、守るというスタンスなので、全部こうねお客さんにしたかったり、もちろんね、身のお客さんにしたいんですよ、そりゃ。でも守るというスタンスが強くで、失敗したくないって思ってるので、一回一回の話が進まなかったイコール全部失敗なんですね。で失敗というのがどん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 積み重なって最終的に面白くなくなってしまうわけです。でいろんなストーリーを考え、こうこうこうで、ああでこうでって考えて、でもそれはね、一発目から覆される、いやもういりませんとかね、ありますからみたいなね、はい、いうようなことになってくる。もうその切り替えに時間がかかるんですよね。そういったところで、サルチータクルヒョウというのは飛び込み営業、切り替えが早い、失敗して当然と思っているので、まあ、そういった適性というのが見えてくるわけです。ただ私は最近このサルさん、ね、お猿さん、チーターさん、クルヒョウさんというね、サルチータクルヒョウのこの飛び込み営業、新規開拓タイプ、ピッチャータイプには何を新規開拓するのかっていうところに一つの答え、誰でも聞いたことがあるし、とても分かりやすい言葉です。何を新規開拓するのか、己自身の可能性を新規開拓するんだよね。自分自身です、己自身です。その可能性をどん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 開拓していきたい。なので様々なことにぶつかっていって、様々なことにチャレンジをして、でチーターゾーンの場合は特にその切り替えが早いので、飽きっぽいという言葉になってしまいます。ただチーターは飽きっぽいのではないです。私たちは知ってる言葉で自分の心理心境を作るというか考えます。ただ自分の今の状況はどういう風な状況なんだ、じゃあ自分の言葉、頭の中にある言葉で選択をするならば飽きっぽいよなです。でもやっぱり言葉のリフレーミングってある通り、チーターはチャレンジ精神が旺盛なだけなんですよね。感覚的に合わないと分かったらそれをやる必要がないので切り替える、切り替えがあまりにも早すぎる。でもこの状態を自分の知ってる言葉で飽きっぽいという言葉にしてしまいます。なのでね、まあちょっと話戻りますが、サルチーターこれは自分の可能性を新規開拓していきたいタイプなんだよね。まだ見ぬ自分、まだまだ分からない自分というところにバーンって飛び込んでみて、でそこで新しい可能性を見つけて、あ、俺これやっていこうよ。なので大きな夢を若くして持つ必要はないよというようなイメージ なんだろうなというふうに思います。で
今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。